オクラを使った簡単にできる痩せるオクラウォーターをご紹介します。私もつい先日断食明けに朝いまいちこうお腹がすっきりしなかったんですよね。そこでこのオクラウォーター飲んだところ第2弾すっきりしたんです。その効果を実感しております。でまたこの動画ご覧いただきますとオクラウォーターが持つダイエット効果であなたは綺麗に痩せることができます。そして動画の最後でこの作り方レシピご紹介してまいりますのでぜひお楽しみにされていてくださいね。では早速本題に入っていきましょう。今日のポイントです。それはオクラウォーターで痩せるなんですね。でなぜ痩せるのかその理由について今からお伝えしていきます。2つあります。ダイエット効果、1つ目成長作用があるから、2つ目体脂肪を作りにくくしてくれるからなんです。ではそこでちょっと事例に入っていきたいと思います。まずこの成長作用ですね。オクラが持つネバネバ作用、ネバネバ成分、それが水溶性食物繊維なんです。この水溶性食物繊維が、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌になるからなんです。そのことで腸内環境が整って結果あなたは痩せ体質へとその生まれ変わることができるということで、もう一つはオクラの持つガラクタンという栄養の成分が体脂肪を作りにくくしてくれるからなんですよね。すごいですよね。ですからオクラウォーターであなたの腸内環境が整ってまた脂肪がためにくくなって結果きれいに痩せていくことができるということなんです。なのでこちらまとめますとオクラが持つダイエット効果であなたはきれいに痩せることができますよということなんです。では早速今からオクラウォーターの材料と作り方をご紹介していきますね。まず材料です。こちら生のオクラを5本とお水100から180ミリリットルと保存容器瓶などですねをご準備してください。そしてここから作り方に入ります。でまず下準備としてはこの生のオクラはきれいに洗ってください。でまた農薬が気になる方はお水にそうですね30分ほどつけておかれると良いと思います。でまたお水も水道水ではなくて天然水であったり浄水のお水を使ってくださいね。で容器はしっかり蓋があるものを使いましょう。では作り方に入ります。まずオクラのヘタを切ってください。そして2つ目、その切ったオクラをですね瓶にその切った切り口を下にして瓶に入れるんです。5本とも。でそしてオクラが浸かる程度にその後から水を注いでください。でこの場合その、お水の量ですとかオクラもその大きさや長さで違いますので、大体で結構です。では3つ目、そこで瓶の蓋をしましたら瓶ごと冷蔵庫に保存、約8時間から12時間そのまま置いてください。そして時間が経った後オクラだけ取り出したらオクラウォーターの完成です。でこちらで今から飲み方のおすすめなんですけれども、飲む時間帯はぜひ朝飲んでください。だいたいコップに1、2杯程度目安に飲まれてくださいね。でそして1日にその量を飲み切ってください、残さずに。そしてまた取り出したオクラはそのままお料理に使うことができますが、オクラウォーターを作るための再利用はもうできません。1回限りですので気をつけてください。でまた注意点なんですけれども、このできたオクラウォーターを常温に戻したりもしくは少しこうぬるま湯を足して飲んでいただくのも OK。あんまりね冷たいままですとその腸内環境がねやっぱり悪くなりますので、あんまりそのキンキンに冷たいのを状態飲むよりもやっぱりぬるま湯で足したり常温に戻したりがベスト。でただ注意です。オクラウォーターそのものを加熱したりまたは冷凍保存というのは NG です。
効果が出ませんのでお気をつけてください。でまた個人的なですね、このオクラウォーターの感想をお伝えしますと、味はねないんですよ。でまたそのネバネバ成分、水溶性食物繊維が溶け込んでいるので、ちょっとこうとろみが出ててこう綺麗なんですよね。ただオクラのこう青臭さがですね、やっぱ香りが結構きついんですよね。おそらくその元気なオクラだとなおさらその匂いが結構きついと思うんですね。なのでちょっとね最初飲みにくかったです。ですからそういった場合は他の、まあ、例えば麦茶にこうちょい足しで入れてみたりですとか、他の飲み物に混ぜるのは OK なんですね。ただしその混ぜるといっても何でもいいわけではないですよね。こう例えば、まあ、黒酢であったり蜂蜜であったり、腸内環境は喜ぶようなものをちょい足ししてご自分なりに飲みやすくしてみてください。ここで決して白砂糖なんかはですね入れないようにお願いいたしますね。さあいかがだったでしょうか。このオクラウォーターで腸内環境を整えて綺麗に健康的に痩せることができますので、ぜひお役立てください。そして最後に、このチャンネルはさまざまな腸活法をお伝えすることでアラフォー女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をしていただきますと励みになりますし嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。